今からグラデーションを描きます。そうなんですよね。いいだ飲み込んでるかな。そうですね。少し癖が入ってる。そうですね。もうちょっと癖があるんですよね。ふんわり、うん、そうそう。下の駐車場に置いていくでしょ、車を。はい、階段、石段階、ええ、するとね、運動不足だからって母言うでしょ。そう、そこまで登っていくのがね、大変。あれ疲れるよ、ね、俺らもそうなの。だからうわーと思う。俺じゃあ70になったら入れないのとか思って。本当そうですよね。ねえ、うん、本当あそこにあるの、母言うの。安くなったってこれじゃ入りに来れないとか思っちゃう。一回普段ね、うん、途中がもうあそこでたどり着くと一回休まないと入れないんだ。はっはっつって本当そうですよ、うん、あそこでも行ったこともあるんだ。ありますよ、うんうん、あそこもねリニューアルもだいぶ前なんでしょうけど、はい、したみたいでね。前はもうガバッタのカバーじゃないけどお風呂場と浴槽が見えないようになってたけど、はい、今はねもうストレートになってるから、うん、広く感じるよね、はい、風を引くってことは体が冷えてしまうことだからね。あ、そうなんですか。そう、寒いんだもんね、夜。だって寒くてしょうがないでしょ。うん、原因はそれだから。温める。薬飲みよりか温めた方が早い。あ、そう。じゃあ風邪ひいちゃっても温泉行って温まっちゃった方がいいのかね。あ、なんであんの。それ汗いっぱいかけば治っちゃう。うん、で風邪ひいてるから、うん、お風呂も考えちゃうじゃない、うん、でまた自分家の風呂だと温まんないしね。まあね。じゃあ金島温泉行ってきようかね。そうだよ、そんなのがいいよ。ゆっくり温まって。そういえばあれは旦那さんはいるよ、一緒に風邪ひいてるんで。ダメだこれ調子が15、16、17ってね、娘のとこ行ったのね、はい、17日が運動会で、あ16日があの来年1年生なんで、そのほら身体健康診断とかいろいろちょっとした、ええ、あのよっぽどバカでないかどうかほら、はい、ちょっとしたそういうペーパーのなんかあるんじゃない。そうなんですか、うん、そういうほら学校行く前にそういうのがあるんじゃない。いいかどうかかね、うんうん、そういうのでお弁当を持って行くんで、あの下のが1歳9ヶ月でしょ、はい、だから連れて行ったらどうにもなんないって話も聞けないと。まあそうでしょうね、男の子だしね、わーわー言ってね、ちょうど悪い時じゃない、はい、だからそれが16日にあるから、うん、15日に夕方行って、うん、夕方つか夜だけど、はい、で17日運動会で最後の運動会だからって言われて、うん、幼稚園最後ね行ったら、なんてことなくすぐちょあの朝もう16日のもう朝かな、あやばやと延期になりましたって、18日に延期ですな運動会が。ほらお天気がちょうど悪くなったんだよね、はいはい、雨降って。でも17日はね、降らなかったんだよね、はい、それなのにもう早々にね、決定してね、ほら、グラウンドのコンディションもあるからとか、はい、
で結局18日になったんだけど、18日はもうお父さん予定が入ってたんで、はい、もう運動会見ないで帰ってきたんだけど何なんだ。そしたらその18日の夜あたりから2人とも調子悪くなっちゃって喉が痛くて痛くておかしいな、悪くてだからね、埼玉のね風が合わないんだよ私たちだからユーミに娘にもうね、あの埼玉市のね水と風が合わないよ、もう帰ってきて2人とも調子が悪いだって孫たちが調子悪かったんじゃないの。うん、それもあるね、孫も咳ちょっと、だからね、うん、エネルギー持ってかれたんだよ、咳をしてるし、ね、あ、じゃあそうだよ、うん、孫がね、エネルギー奪っちゃったんだよ、ね、じっちゃんばあちゃんの。そうなんだよね、うん、きっとだから孫は良かったのさ、来てもらってね、孫のためにそう元気になった風を移す、うん、そうだだから18日徒競走で、まあ大したことないんだよ、何人で徒競走で一頭になったとかね、すごいじゃん。あと、あの、あ、すごいよ、そこの幼稚園は、はい、年長さんがね、フラフープするんだよね。で、あの、音楽がかかっている間、フラフープをできた人が、はいはい、優勝、優勝っていうか、だからそれで、うん、去年の時は全然できなかったのよ、孫、はい、で、年長さんのほら、運動会なんかでなんかこう頑張ったとかつって全員にくれるでしょ、はい、それがねフラフープなのね、その幼稚園は。で1年間練習するようにってことで、あ、なるほどね、その時はね全然ただフラフープを手でくるくるって回すだけで、はい、腰を振ってできないわけなるほど。そういうのがね、1年経つとすごいよね子供って。そしたらね、それも曲が終わるまでできたんだって。すごいじゃんこれってすごいよ。前行った時も一生懸命部屋でやってたけど、はい、30回とか40回ぐらいできたんだけど、はい、これってすごいよな。2分半とかの音楽がかかって、はい、うんうん、その間ね全部できたんだよって電話かかってた、うん、したら、はい、お祝いに